太陽のマウンド、三浦の後を継いだ佐々木和弘、中尾と対しますゴロです。平松さん、はい、今の佐々木のストレートが145キロ、はい、重くて速い速球がまず武器です。佐々木が東北高校、はいはい、それからあの東北福祉大学に、佐々木は進んでますから、 今シーズン桑田が、5年目ということはそうですよね、はい、高木豊がよく止めて、高木豊ナイスプレーです。平松さんね、はい、去年8回ですから、今日ねこの後の桑田のピッチングというのはですね、やっぱり藤田監督怖いですからね、あまり緊張してますしプレッシャーを持ってますんで ねそういうピッチングはしないと思いますよ、うん、あと興味がありますね、はい、それとこれからはあと4イニングがありますがね、このとして大事なことですね、うん、平松さんね、去年のところやっぱり藤田監督は1ヶ月の謹慎ということになりましたから、はい、もうこれはですね、うん、グラウンドで返すしかないんですね、あと言ったことちょっと誤解されるところもあるんですが、とにかくまず結果を出して、そうですよ、その成績でしやっぱりそういう意味ではこういう場を与えてもらったやっぱり監督とか、それからね、いろんな人に桑田の感謝。クロマティの打率が今日ヒット1本打ってるんですが2割5分5厘です。去年いろいろとちょっと迷いがあったそうなんですけど、まあ太陽側が説得して、ドラフト1位です指名して、取ったわけで、これはやっぱり天性、そういうことでしょうね、まあ、上ともしっかりあります。オープン戦で絞られました、はい、まあ、開幕戦で他の場合も3月のオープン戦の最後の方にちょっと脇腹を痛めていたのが、開幕